Thank you.
最高です。代名詞と言われる菅田とのパスです。爆発しましたね。でも狙い通りなところに行ったので良かったです。そして2点目は岩井選手が残したボールを利き足とは言ったら右足で冷静でした。まあ本当に優勝というか相手引きつけてきたので勝利になったじゃないですか。本当に大量得点で勝ったのは高いですし、